4回ひねりがやりたいんじゃということで、今日は孝太郎に4回ひねりを教えてもらって、僕ができるようになりたいと思います。お願いします。頑張れ。はい、頑張ろう。頑張ろう。僕は3回半がギリギリなんで、この半分が結構むずいんですよ。相当高い階段だよ本当に。こういう感じの階段なんで、まあ、頑張って教えてもらってやっていこうと思います。はい、お願いします。はい、はい、じゃあまず4やるか。まずそうだ、成長度を見ます。一発目の4いきます。アップ足りてないとか、あ、まあ、これです。でもこれが正真正銘の1本目だ。あ、こっからどうなるか。 OK、 はい、最初3でいいかな。3はいけるでしょ。3いける。 OK、 じゃあ3回目にまずやろう。はい、それで縦回転なくして4回目だけ。以上、ありがとうございました。 LINE でよかった。じゃあ3回半いった。そうです。最初にひねかれる、下げてあくらってください。それを確率でこう、まっすぐ蹴れるかっていう。で、怖いよ。いきます。あっ、え、よかったよ。よかったね、なんか途中開くからどこ向いてんの。審判の方向いてた。それはもう、いいとこだけにしてくれ。見せてくんね。何？4回。いや、どう？うわ、あれ？あれ？ちょっと前にやった。うんうん。めっちゃ頭取っちゃった。前には倒さない絶対。独立できるか。はい。よし。え、よくない？よい。でも4で立てる気がしない。調和とかのフレームそうだけど、一瞬クッて止まるときあるじゃん。止まってからフレームじゃん。それをなくすんだよ。でもほんとここから蹴ってさ、こう蹴るときってさ、一生止まんないじゃん。うんうんうん、最初、うん、マジこの感覚それができないんだよ。これができないんだよ俺。それをやろう。はい、でハーフ。これでバランス崩れるかね。手下げてみ。左、左、右は適当。はい、あ、こうやってみよう。マジマジ、いや、めっちゃ気をつけてたのに。今あ、右が、あ、そう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 、右がこうやってる。あ、そしたらかぶってる。お、あ、え、なんで？まあ、その意識を持って4回目やるってことです。あ、結局は前に頭を下げないことが大事だから。それでちょっとやってるの。1回やってみよう。4、次は4やった時、よし、あとはほんのちょっとこういうふうにやったりして、うん、とか手の具合、うん、で腕だけなのか縦回転ちょっとかけるのかって、でその微調整であと立つだけです。マジ？やっぱでかいかな。ああ、スマートな。ただでさえ全然かよ。確かに。え、いける気がついた。よし。あー、ちょっとちょっとですね、抜けた。あ、もっとこーんって上に伸び伸びって、タキコプターみたいな感じ。あー、俺もずっと言ってる、タキコプターみたいな感じ。いけるよ。あと、あと、いきます。よし。あーあーあはい、ゴール。いきます。あ、あーあー、多分手で噛んじゃってる。回転。いきます。いけるよ。いける。もういけるよ。いや、はい。ああ。
今のやばくて、まあ、しっくりきたんだよ、頭の位置一緒だったずーっと、あ、ほんとに初めは全部なんかずーっと一緒みたいな、きっかけ作って、ぐるーって刺してあげたらってな、ちょっと後ろ見るとアメリカ国籍だったよっしゃ嬉しい、ありがとうございます。取れた取れた、すごい強いということで無事立つことができました。おめでとう、ありがとう、マジでありがとう。皆さんもよかったらできないことに挑戦してみてね。わかんないことあったらタケコプター方式って検索してみてね一件も当たんないと思うけどマジ DM くれたら返しますということでね、インスタコウタローに聞いてみてください。フォローお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。しょっ、四回ひねりがやりたいんじゃ。3でした。え高評価、チャンネル登録、お願いします。